キャンディ王国は15世紀後半から19世紀初頭までスリランカに存在した王国。首都はスリランカ中部のキャンディでスリランカの中部から東部にかけてをその国土としていた。キャンディ王国は長い年月の間に様々な古障で呼ばれており以下のような多くの名前が知られている。キャンディの街は14世紀中頃のガンポラ王国の ビクラマバーフ3世の時代に建設された。スリランカ中部は15世紀初頭から16世紀後半まで凍って王国の支配下にあったが、凍って王国がポルトガルの勢力に侵食され弱体化していく中、キャンディを首都とする独立した勢力を確立していった。1521年に凍って王国が内紛により3つに分裂すると、キャンディもまた独立を主張しこれらの勢力と争う。 こととなる。当初そのうちの一つ、シーター若王国が勢力を伸ばすと、キャンディ王国は、ポルトガルと同盟して、これに対抗した。しかし1546年には、この同盟は終了し、1560年には逆に、コーて王国とポルトガルの同盟に対して、北部のジャフナ王国と手を組み対抗した。1570年代から1580年代にかけて、 キャンディ王国は一時シーター和歌王国の支配を受けるも、その後独立を回復。1594年に同国が滅亡すると、スリランカで唯一の西王の支配が及んでいない政権となった。ウィマラ・ダルマスリア一世と会見するオランダのヨリス・バン、スピルバー・ジェンその後も、ポルトガルからの攻撃が続く中、1602年にオランダの探検家、 ヨリス・バン・スピルバージェンが東海岸に上陸、キャンディ王国はオランダと初めて接触を持つ。1611年にポルトガルに首都キャンディを占領されると、セネラ島王はオランダ東インド会社に救援を求めた。しかし1620年に現れたオランダ艦隊はトリンコマリーの防衛に失敗、オランダ勢力は一時正論等から追い払われた。 1630年の戦いで、ポルトガル軍がキャンディ軍に大敗すると、ポルトガル領の大半は王国の支配下へと移った。だがその状態も長くは続かず、王の死と共に再び、ポルトガルが優勢となった。1638年、キャンディ王国は再び、オランダと同盟を結び、オランダ軍は1639年に、バッティカロアとトリンコマリーを、 1640年にはゴールを攻略、九戦時期を挟んだものの、1658年にはポルトガル領政論の首都コロンボを攻略し、ここに1 5 0年にわたったポルトガル支配は終焉を迎えた。ポルトガル支配の終焉後、王はオランダにポルトガルから脱出した要塞を協定に基づき、引き渡すよう要求した。しかしオランダはそれを拒否、ポルトガルに代わり、オランダによる 植民地支配の時代が幕を開ける。以後17世紀から18世紀にかけて両国は、たびたび衝突と和平を繰り返すことになる。1795年、フランス革命戦争により、オランダ本国がフランスに占領されその支配下に入ると、イギリスは海外のオランダ植民地を攻撃した。オランダ両政論もその対象となり、1796年には、 全拠点が陥落、ここにオランダの支配も終焉を迎えた。キャンディ王国は1803年から1805年、並びに1815年の二度にわたるイギリスの侵入を抑えきれず、1815年のキャンディ条約でその保護国へと転落し、1817年のウバ州での反乱失敗後、イギリス領ロ論へと併合され滅亡した。 最後のオーシュリビクラマラジャシン派はインドへ流刑となり、1832年に死亡した。ありがとうございます。